10月5日木曜日午後10時30分です。3曲でやめようと思った人間なんですけども、ここまで歌えることができたのは本当に皆さんのおかげです。感謝の気持ちを込めまして500曲目、緊張します。ゆず栄光の架橋。誰にも見せない涙があった。移動知れず流した涙があった。決して平らな道ではなかったけれど、確かに歩んできた道だ。あの時思い描いた夢の途中に今も何度も何度も諦めかけた夢の途中、いくつもの日々を越えてたどり着いた今がある。だからもう迷わずに進めばいい。栄光の架橋へと悔しくて眠れなかった夜があった。怖くて震えていた夜があった。もうダメだと全てが嫌になって逃げ出そうとした時も、思い出せばこうしてたくさんの支えの中で歩いてきた。けどもちょっとね、トーク本当にまさにこの曲の通り今の気持ちです。今まで1回でもですね、自分の歌声を、まあ、歌そしてトークをですね聞いてくれた方全員に感謝したいと思ってます。ここのみんなは本当にね歌が好きなんで、今回は、まあ、トーク歌について語りたいと思いますね。このスタイルについてですね、自分もいろいろ考えましたけども、まあ楽しくやってこれたし、みんなが楽しいって言ってくれることがね、また自分も頑張ろうって思えるんで、なんかねこれ賛否両論あると思うんですよね、このスタイルには。で、正直ね、自分より歌ってる人いっぱいいますよ。ひまわりママさんなんて1000曲歌ってますからね。まあそういった方をもちろん尊敬したいと思ってますし、それでもね、聞いてくれる方、聞いてくれることに対して本当にありがたく思ってるし、そしてね、毎日歌うことっていうのはやっぱ歌い続けることの大切さっていうのは、歌がね上手くなりてって正直ずっと思ってるんですよ俺。で、1000曲まで達成したらまた違う自分がね生まれてくると思うし、みんながそれを気づかせてくれると思ってるし、時には歌いたくない日もあるし、辛い時もあるしね、そんな時は歌わなくてもいいと思うし、泣きながら歌うのもいいと思うしね、はい。で、そこでね、やっぱ自分に素直になれることっていうのがね一番大切なのかなって思います。
自分はうまい下手っていうよりもね、感情があるかないかっていう方が大事だと思ってるんで、本当にやっぱちょっと酒残ったなこれからどこまでやれるかわからないですけども、みんなこれからもよろしくお願いします。 Keep on smiling.